米大リーグエンゼルス、アアアススストロズ9日アナハイムムエエンゼエンゼゼルルタジ大谷翔平投手が9日、日本時間10日、今季8登板目で初黒星を喫した。本拠地アストロズ戦に3番投手 DH でフル出場したが7回103球で6安打3失点、打席では3打数無安打7奪三振で、米通算507系となり、ベーブ・ルースの501系を超えたが、花を添えることができなかった。 大谷翔平は前回登板のカージナルス戦でスライダーを狙われたことも踏まえて相手打者をよく観察し狙いを感じ取りながら投げていた。初回先頭のデボンには6球中4球がスライダー。これがマークされていると感じると2番のブレグマンからは速球の割合を増やした。かと思えば下打線にはスライダーを多く使った。この柔軟さに大谷翔平のクレバーさが現れているけど配球を自分自身で考えているところに彼の凄さがある。 配球は普通はバッテリーの共同作業だ。保守のサインが自分の意図とは違うと思ったら多少の妥協が必要な場面もある。しかし今の大谷翔平は投げたい球を自分で選択できる。集中して気持ち的にも乗っていきやすいのが好調を維持できている要因だろう。失点の場面は9番打者に対しカウントを悪くしての投げミス。その後の連打も決していい当たりではなかった。初黒星はついたけど内容としては悪くなかった。 むしろ心配なのは、盗塁を二つ許してしまった点。簡単に走られたのを見ると、何かしら癖が出ている可能性がある。今後、打球団もアストロズに習って、足を使ってくるかもしれない。しっかり対策を練っておきたいね。MLB 大谷翔平が、8試合ぶり8号ツーラン守護神から輪イナー弾。反撃の一発に、本拠地大熱狂。本拠地アストロズ戦に、3番指名打者で先発出場。 エンゼルスの大谷翔平投手は10日、日本時間11日、本拠地アストロズ戦に3番指名打者で先発出場し、9回の第4打席で8試合ぶり8号ツーランを放った。この日は4打数1安打2打点で、打率は293に。最終回に1点差まで迫ったが及ばず、チームは4対5で2連敗となった。登板翌日にアーチを描いた。初回の第1打席は空振り三振、第2打席は中飛に倒れた。 第3打席も変化球にタイミングが合わず空振り三振を喫していたが9回無失一塁の第4打席で守護神プレスリーの低めカーブに対応し豪快な8号ツーランを放った5月初アーチで1点差に迫り本拠地は大熱狂に包まれたが反撃はそこまでだった前日9日同10日の同カードでは投打二刀流で出場 2回にベーブ・ルースを超えるメジャー通算502個目の三振を奪い、100本塁代以上を放った選手の歴代最多奪三振記録でトップに立ったが、7回3失点で今季初黒星を喫していた。なんだか可愛いです。大谷翔平がボール判定で見せた、複列らに、米ファンが反応。世界最高だな。惜しくも今季5勝目はならなかった。現地火曜日、ロサンゼルス・エンジェルスは本拠地でヒューストン・アストロズと対戦し、1対3で敗れた。 3番 DH 検投手で先発出場を果たした大谷翔平は7回を投げて3失点6安打2四球7奪三振の好投を見せたものの相手先発バレですを仲間が攻略できず悔しい今季初黒星となったそんな大谷翔平のパフォーマンスを随時ピックアップして動画で紹介したのがピッチング忍者の異名を持つ例投球アナリストのロブ・フリードマン氏だ 今回のツイッターでは珍しく投球ではなく判定に不満を抱く大谷翔平の膨れっつに注目した。相手打者ジュルクスに投じた98マイル約157.7キロのフォーシームが外角いっぱいでアウトとジャッジされると大谷翔平は残念な気持ちをした唇を突き出す表情で示した。フリードマン氏は昌平判定に納得がいかずに膨れっつらとのキャプションを添えている。この投稿にアメリカのファンからユニークな意見が続々。なんだか可愛いです。 やっぱりショックだったんだろうな。こうしたところも、昌平の魅力の一つ。世界最高の膨れっ面だな。表情がキュートすぎる。過去一で可愛いかもしれない。いやー、これは審判が正しいかな。残念さがすごく伝わってくる。ふてくされた甘えんぼのようだなどなど、様々な声が寄せられている。何をやっても話題を提供してしまう、二刀流スター。今やそれは日本だけでなく、アメリカでも同様のようだ。8号中5本。 大谷翔平はなぜ0ゲーム弾が多いのか一番多いが証言した背景かつて松井秀喜さんも実感。エンゼルスの大谷翔平は0ゲームに滅亡強い。この日は午後1時8分開始のゲーム。日差しを浴びながら9回にアストロズの守護シンプル3のカーブを巧みにすくい上げ、打球はぐんと伸びて宇宙間スタンドに着弾した。今季8号ツーランで0ゲームの試合は8本中5本目。本拠地では3本が昼下がり開始の試合だ。 今季ゲーム限れば53打数20安打打率3割7分7厘。昨季も46試合で打率は3割を超え10本塁打を放った。本人はたまたまと言うが、ベーゲームはナイターに比べて打球が飛ぶことは一つの要因だろう。この日一番を務めたウォードはやっていて間違いなく昼のゲームの方が打球が飛ぶ。乾燥しているからねと証言した。大谷翔平のメジャー屈指のパワーなら打球角度がつけばスタンドインできるチャンスは増える。 逆に夜は湿気が出て昼より打球が飛ばなくなる。かつてエンゼルスでプレーしていた松井秀喜さんはエンゼルスタジアムのナイターは飛ばないと話したことがある。今後も強い日差しを浴びた背番号17が躍動する試合は何度もあるだろう。